仕事だけじゃなくて女の扱いもダメなんだな。唖然とする俺に修士は告げた。俺今度結婚するのは。俺の妻と同僚は不倫していたのだ。あれは入社式の日のことだった。誰もが知るような一流企業に入社が決まって、その日の俺は晴れがましい気分でいっぱいだった。これからここで働くんだと本社ビルを見上げていた俺に声をかけた青年がいた。それが井上修司だった。お前が三井幸也か？そうだけど、君は？お前と同期で将来のエースとなる井上だ。はあ。呆れている俺に修司は指を突きつけて、ちょっとしたコネがあるんで知ってるんだ。同期の中でもお前と俺が将来のエース候補なんだ。もっともそのボケっとした顔じゃ、お前はあくまでも候補止まりだな。こんなやりとりがあったなら、この日会った中で一番印象に残った人物は修士だと思うだろう。でも違ったのだ。一番俺の印象に残ったのは三井エミリだった。三井エミリも同期の一人だったが、素晴らしい美貌の持ち主だった。一目見た瞬間に心を奪われた俺は修士のことなんか忘れてしまったのだ。この日以来、俺と修士はしのぎを削ることになった。それはどちらが会社のエースになるかという出世争いだったけれど、もう一つどちらがエミリのハートを射止めるかという恋のライバル争いでもあった。多分意地もあったのだと思う。俺と修士はエミリに対するアプローチを続け、そしてついに、エミリ、俺と結婚してくれ。恋の栄冠は俺の上に輝いた。もっともこれは俺の不戦勝のようなものだった。俺の真面目なアプローチがエミリの心を動かしたところはあったと思うけれど、プロポーズの少し前に修士が二股ならぬ三股をかけていたのがバレて、エミリを激怒させていたのも事実だった。実はエミリのタイプとしては俺より修士が好みだったのではないかと思っていた。その修士が勝手にリタイアしてくれたのだから、俺としては幸運だったのだ。こうして順調に出世を重ねながら、憧れのエミリとも結婚することができて、俺の人生はまさに順風満帆のはずだった。2、3年と経つと、順調だった俺の結婚生活に暗い影が差し始めた。エミリの俺に対する態度が冷たい敵意を含んだものに変わり始めたのだ。元からエミリには自己中心的なところがあった。美貌のために大抵のわがままを周囲の男たちが可愛いとか言って許してしまうせいだろう。常に自分が注目を浴びていないと我慢がならないようなところがあって、俺が仕事で忙しい時を狙って無理難題を吹きかけてくるのだ。俺も責任のある地位についているから、そうそう彼女のわがままには付き合いきれない。そうすると分むくれだ。大事な会議や商談の最中にどうでもいいような電話をかけてきてわめき立てる。俺は仕事の上でミスを重ねるようになっていった。一方、修士の出世は止まらなかった。気がつけばかなりの差がついていた。しかもエミリは大変な浪費家だ。経済観念というものがないのだ。一体こんな高いものをどうして買ったんだ？どうやって支払いをする気なんだ？あなたが出世をすればいいだけだわ。いつまでもあなたの給料が上がらないから、そんなケチくさいことを言わなきゃならないのよ。だったら仕事の最中におかしな電話をかけてきて邪魔をするのをやめろ。あなたには思いやりってものがないのよ。自分のミスを私のせいにしないで。こんな口論を重ねて吐いても、俺はまだ
エミリを愛していた。けれど、エミリの方はそうではなかった。ある夜の口論の最中に離婚を切り出された俺は応じるしかなかった。エミリがすでに心を決めていることがはっきりしていたからだった。こんな風に家庭が崩壊し、離婚をめぐるごたごたで振り回されていた頃、俺は職場でも問題を抱えるようになっていた。修二が俺の直接の上司になったのだ。だが上司としての修二はかなり問題のある人物だった。どう見ても無理と思えるような高い目標を掲げて達成するよう部下に強すぎるプレッシャーをかけるのだ。ここまでならまだ許容範囲だったかもしれないが、元から無理な目標なのに達成できなかった部下を人前で罵倒するのだ。同期の気安さもあって、さすがに俺は注意をした。おい、いい加減にしないとコンプライアンスに引っかかるぞ。お前みたいな負け犬に説教される筋合いはないね。もう一つ言っておくぞ。なあ、お前勘違いしてないか？お前はもう俺の同期じゃなくて部下なんだよ。悔しかったが、事実だけに俺はぐっとこらえた。けれど、どうにも我慢のならないことを修二は始めた。新しく俺たちの部署に入ってきたアスミという女性がいた。エミリのようなパッと人目を引くような美貌ではなかったが、清楚な容貌には落ち着いた魅力があった。そのせいだろう、彼女に修二が目をつけたのだ。上司と部下の関係を利用して露骨なアプローチを仕掛けた。会議での席を自分の隣にする程度ならまだしも、打ち合わせと称して二人っきりの部屋に呼び出すのはさすがにどうこうしている。初めのうち戸惑っていたアスミだったが、ついに耐えかねたのか、きっぱりと修二を跳ねつけた。今は仕事中です。デートのお誘いはプライベートの時間にしてください。そうすればきっぱりお断りをします。修二は激怒した。誰がお前みたいなブスをデートになんか誘うか。自意識過剰なんだよ。頭がおかしいのか？この時から修二のアスミに対する嫌がらせが始まった。ギリギリのタイミングで無茶な仕事を割り振って残業や休日出勤を強要する。できないと分かっている仕事を与えてできなかったと罵倒する。やり方があまりにひどかった。見かねてアスミをかばったが、できることには限りがあって、とうとう彼女は退職してしまった。いい加減にしろよ。我慢ができなくなって、俺は修二を怒鳴りつけた。お前のしてることはめちゃくちゃだ。ところが、修二は鼻で笑った。これは仕事なんだよ。まったく、仕事もできないのか。女の扱いもまともにできないくせに。何の話だ？俺、今度結婚するんだ。お前もよく知ってる女さ、エミリっていう。クソ真面目で退屈で、おまけに仕事もできない旦那に愛想を尽かして離婚するそうだけどな。唖然とする俺にダメ押しするように修二は告げた。実を言えば、エミリはずっと以前から俺と関係があったんだよ。思わず手を出してしまった俺は、ゆしかいことなり、会社から追い出されると同時に離婚も成立してしまった。離婚を突きつけられ、会社も辞めることになり、俺は自暴自棄に陥ってしまった。再就職のこととか、将来のことで考えなければならないことはいくらでもあるのに、向き合う気になれない。それを振り払う手段として、思いつくものはアルコールくらいしかなかった。元からあまり強くなかった酒を浴びるように飲んで、憂さを晴らそうとした。もちろん晴れるわけがない。挙句、昼から居酒屋で悪酔いして、客に絡み、怖いお兄さんに路上へ叩き出された。
多分その時にどこかを撃ったのだろう。自宅に戻ろうと足を引きずって歩いていた途中、突然体の自由が効かなくなって意識を失ってしまった。大丈夫ですか？薄れる記憶の中で女性の声を俺は聞いた。え、もしかして三井先輩？どうしてこんなことに？先輩、先輩。そうして気がついた時、俺は見知らぬ部屋で布団に寝かされていた。慌てて身を起こした途端、いろんなところがズキンときたが、今はそれどころじゃない。ここはどこだろう。そう思って周囲を見回した時、先輩、気がついたんですか？君は。そこにいたのはアスミ・サヤカだった。修士のプレッシャーで退職したあの女性だ。サヤカは俺の枕元に座り込むと額に手を当てて、大丈夫ですか？どうしてあんなところに。君か。君が解放してくれたのか。ありがとう。礼を言う。そしてあの時は君をかばいきれなくて申し訳なかった。とんでもない。あの時私をかばってくれたのは三井先輩だけでした。とても嬉しかったです。そう言われても俺は力不足だった。いいんです。でもどうしてあんなところで。そう言われて俺はうつむいてしまった。自分の恥になるような情けないことだ。本当なら誰にも知られたくない。けれどこの時はアスミに聞いてもらいたい、知ってもらいたいとなぜか思ってしまった。だからエミリの不倫も含めて俺に起きたことを洗いざらいアスミに話してしまった。話しながら興奮してしまい、悔し涙を流す俺を、アスミは優しく慰めてくれた。本当にすまない。見苦しいところを見せた。そう言って帰ろうとした。ところが、立ち上がろうとしても立ち上がれない。どうやら俺の体は本当にどこか壊れてしまったらしい。いいんですよ、先輩。いつまでも体が良くなるまでここにいてください。いや、そんなわけには。俺はそう言って、なんとか自宅に戻ろうと焦ったのだが、立てないものは仕方がない。体が言うことを聞かないのだ。そして、アスミの部屋で、このまま世話になることになってしまった。アスミの部屋は決して広いわけではない。彼女がしていることは寝ていてもわかる。アスミはずっと部屋にいて、一日中パソコンを使って何か作業をしている。不思議に思って訪ねてみると、会社を辞めた後、再就職せずに海外から輸入した雑貨をネット販売する会社を立ち上げたらしい。と言っても社員は私一人ですけどね。アスミの行動力に驚いた俺はその仕事に興味が湧いてきた。それにパソコンを操作するだけなら寝たきりでもできる。アスミに頼んで自宅からノートパソコンを取ってきてもらい、彼女のサポートを始めた。もともと俺は IT は得意でプログラミングの知識もある。アスミを手伝えることはいくらでもあった。もちろん居候の身の上だからこの程度はして当然だ。三井さんが手伝ってくれて助かります。アスミはそう言ってくれるが、こんなこと俺がしてもらっていることに比べたらへでもない。そんなこんなで俺たちの奇妙な同居生活は1ヶ月に及んだ。俺はこの生活が
心地よくなっていた。けれども、こんな生活をいつまでも続けるわけにはいかない。普通に立ち上がれるようになった俺は、アスミにこれまでの礼を言い、出ていくことを告げた。嫌です。え？戸惑う俺に。会社にいた時から、私は三井さんが好きでした。そう言ってきた。当時、俺には妻がいたから諦めていたらしい。でも、離婚したんですよね。ひどい女だと思われるかもしれませんが、私、チャンスだと思ってしまいました。その告白を聞いて、しばらく動けずにいた。けれど、離婚や退職で負った心の傷を、アスミが癒してくれたことに、改めて俺は気づいた。間抜けと言われても仕方がないが、俺はアスミに惹かれている自分を、その時初めて自覚した。俺はダメだ。え？俺は本当にダメなやつだ。でもこんな情けないダメなやつでいいなら、俺と付き合ってほしい。それを聞いて、アスミは泣きながら深くうなずいてくれた。はい。そんな風にして数ヶ月が過ぎた。ある日、使っていたコーヒーメーカーが壊れてしまった。量販店に行って買ってくるよ。でもデザインの好みとかもあるから。私も一緒に行こうかしら。そうだね。正直に言えば、二人とも一緒に出歩きたかったのかもしれない。そうして量販店に向かう道でのことだった。やっぱりあんたみたいな男、やめておけばよかった。街中だというのに大声を出して喧嘩をしている男女がいるのだ。思わず見てみると、すごい剣幕で男を怒鳴りつけていたのは、エミリー？罵倒されている男の方は修二だったのだ。俺の声が耳に入ったのだろう。振り向いたエミリは目を丸くすると、俺たちのもとに駆け寄ってきた。ユキヤ、ずっと探していたの。ねえ、お願い、私とやり直して。なんだって？わかってしまったの。やっぱりユキヤを選んだ最初の選択の方が正しかったの。は？どういうことだ？エミリは修二をにらみつけ、あいつ、外れもいいとこだった。エミリがその場でまくし立てたことをかいつまんで説明すると、修二は俺が退職した後、別の女性と不倫トラブルを起こした上、とうとう部下から暴力的な振る舞いで訴えられてしまったらしい。俺は仕事ができるから、この程度は許してもらえる、と思っていたらしい。だが、社内では、修二に対する訴えが山積みになっていたようだ。さすがに社内で孤立し、ついに懲罰解雇を食らったのだ。悪評が知れ渡っているので、同業他社への就職はほぼなく、仮に再就職できたとしても、生活水準は大きく下がる。そんなことの我慢のできるエミリではない。修二の女癖の悪さに苛立っていたせいもあって、別れを突きつけていたのだ。ねえ、ユキヤ、もう一度私とやり直して。俺は首を振った。君と離婚してから俺は気づいたことがあるんだ。辛い時、苦しい時に支え合えるのが愛情だと。修二がそんななら、今こそ君が支えてやれよ。冗談じゃない。なんで私が修二なんてクズのために苦労をしなきゃならないの？だとしても君の元へは戻らない。俺が本当に愛しているのはこの子だから。そう言って、俺はアスミの肩を抱いた。立ち尽くしたエミリ。その時、修二とも目が合った。あ、修二の口が
ポカンと開いたのは、俺の隣にいるのがアスミだと気づいたからだ。アスミはふっと笑いかけた。途端、修二の顔に一瞬血が昇った。けれど、俺がアスミをかばうようにすると、その血の色がストンと落ちてふぬけたような表情がとって変わった。しおたれた修二を見て、俺の心には哀れみだけしかなかった。このあと、修二とエミリがどうなったかを俺たちは知らない。こんなこともあったが、俺はアスミの仕事をサポートしたい。店を大きくしたいという目標を立てて頑張っている。そしていつかは、アスミ、何です、先輩。いや、何でも。いつかは、私生活も支えたいと思っている。